今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。よし、かかってこい。覚悟しろよ。おりゃ、やるか。これからどうだ。アディオ、大きなキューブはそこに？ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだ。なんだこりゃ。こっちだ！早く来い！おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ。見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。ああ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことくらい。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が。探検家として興味ないわけがなかろう。俺の出番か。刀の鍵にしてやる。もう気は抜かねえ。くらえ。
ウソップ様の出だよ。天候のか任せて。さらよ。肩慣らしといくか。終わりだ。これ以上はやめとけ。もっと強くなるぞ。技のキレが戻ってきたか。私の成長は止まらないわ。よーし、全員マリモのやつには負けぬ。みんなの役に立ってみ。力を取り戻す。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か。そうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。こえこれどうなってんだ。すごい装置はあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。来いよ。切られる覚悟があるならな。邪魔だ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。狙撃手の腕を見せてやる。射出煙星。さあやるわ。任せて。やるな、ルフィ。俺は今なら納得のいく気。俺なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。やったな。面白い。来てみろ。
一発で決めてやる。射出煙星。へへ、これがウソップ様の実力よ。この力があれば大事なもんだ。修行の成果が出てきた。やったー、このキャプテンウソップに深い。いい調子だ。必要な力。この装置、扉と無関係じゃなさそうね。この先、行き止まりだったりしねえよな。まずい状況ね。どうすっかな。はっ、うぅ、俺をすべて計算通りだ。悪いが、そこをどけ。いい斬撃だな。あんた、俺の体は、よし、はっ。おい、進んでいいんだよな。ああ、下に電気が通ってりゃな。暴れるぞ。待ちなさい、こんな。いいさ。キャプテンウソップのど真ん中だ。シャッター、逃がさねえ。俺はまっ、飯にしよう。どっ、へへへ、調子。お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。
その程度なら俺に任せろ。刀の旅にしてやる。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。この剣修行のせい。俺は俺のよし。私だってやるときはやるんだから。覚悟しろよ。はっ。ガス、ガス。刃こぼれすら己の恥だ。鬼。やるわよ。行くわよ。えい。お、俺が。無駄だ。さらよ。どうだ。よっしゃ。俺は強くに。この先もしっかり確認するわよ。何かいいもんがあるかもな。これは石板ね。何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。さっさと片付けるわよ。邪魔だ。おりゃ。切りがいのありそうな相手だ。竜巻。船長。マリモノや力が戻ってくるの。
くでなんか光ってんな。奴らにやられやしねえ。悪いが加減するつ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガソリンだ。怪物と呼ばれよう。なんだこれ。光る壁を消さねえと雷の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。奴らにやられやしねえ。来いよ、切られる。やるな。そうだ、もらったぜ。覚悟しなさい。任せて。やっ、そらよ。見たか、これが黒カブトの威力と。俺はまだまだ。お、はしごだ。あったぞ、装置だ。今の力を試すにはうってつけだな。邪魔だ。俺は諦めねえぞ。あんたたちなんか任せて。さてと。シャッター逃がさねえ。見たか、修行の成果が。私のよ、ま、よっと。よし、来れたぞ。便利な体だな。
嘘をつくまでもねえ。行くぞ。そこだ。狙いは外。ど真ん中だ。刃こぼれすら己の恥だ。任せて。いや。どう？悪くないわね。俺に任せろ。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おー、ようやく出れたぞ。よし、今の力を試すにはうってつけだな。ぶっ飛ぶ。ああ、俺が相手だ。邪魔だ。悪いが加減する。刀の旅にしてやる。さあやるわよ。任せて。ウソップ様の出番で。そらよ、ちょっと。喉渇いちゃったね。力が戻ってきた。俺は強く。私の予報。俺がキャプ。俺の体は必要。
よし、下も見てみようぜ。気をつけろ、ルフィ。ああ、大…行くぞ。修行に…刀の髪にしてやる。あんたたち…おい。どう？こいつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの？ぶっ飛ばしてやる。そこだ。切り替えがありそうだ。行くぞ。鬼。まずいわね、こいつ強いわ。いくわよ、サイクロンテンポ。さて、お手並み拝見だな。いけるか？
の拷問を引っ張れ。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは。よっしゃ、こんなところで。やった、このキャプテンウソッ、力を取り、大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものはつかめねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうしたアディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でも、あの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ、何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。随分大きなケーブだけど、こ
こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがねえから。食うのかな？こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのはそれからよ。片付けるわよ。どこにいようが宇宙空。射出煙星。俺は負けねえ。来いよ。天候任せて。へい。そらよ、無駄だ。かわいいだけじゃない。今なら納得。
それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできた何がそういうなんて相当ね。その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろ。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。ね、何しやがる。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。見て、小さな砂浜のところ奥にいるの。そうじゃない。どれどれ。おっとっと。ああ、あれはリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも。あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。なんだここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。わっ、すげえ不思議空間だな。不思議。まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。
ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。聖火の踏襲、かつてあなたたちがそうしたように。ただ思い出の世界メモリアは、悪夢体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国。思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。